気を引き締めて聞いてもらいたい。今回は本島の南約 150km に位置するイスラデラフベントゥに君たちを投入する。カストロはこの島を観光資源として利用していたが、バティスタは政治犯の収容に使用していた。海岸は美しいが、島の半分は沼地に覆われている。君たちがどちらに派遣されるかは言うまでもないだろう。FDG 島は島の西部にある沼地の一つに滑走路を保有し、武器弾薬の中継や麻薬の密輸に使っている。ここを制圧することで彼らの主要な補給線の一つを断ち切ることができる。作戦目的地への移送にはボートを使用する。それを考慮した装備を整えておいてほしい。まず滑走路を制圧し、次に弾薬庫に爆破装置を設置してもらう。目標の破壊が完了次第速やかに撤収せよ。諸君、気を抜くな。オッケー。よし。どうやっていこうかな。待てよ、これでいいか。ステルスはマックスだ。体力にしようかな、武器にしようかな。いいか、こうしとこう。でもう片方は爆弾にしようか。よし。よし、完璧。ステルスマックスです。よし、これでいいでしょう。よし。発見。いきなり撃ったな。いた。ランニングマン、ランニングマン。どこいる？
すげえ、普通に歩いてるやつもいる。近い、めっちゃ近い。どこで撃たれてる？ん？どこにいるかわからんがよ。いた、こいつか。めっちゃ近かったな、ブラボー。あー、危なかったな。あれか？やっぱり。よし。なんでだ？なんでこんな近いんだ？作戦目標1完了。誰が負傷した？まあいい、近寄りすぎたな。負傷者が出るとは。危ない。もう一体いるんじゃない？いた。まだいるんじゃない？いた。あの木の裏にいる。来てる。よし、オッケー。家の横。あれ全員そうじゃね？そっちか、後ろから近寄ってきてない？
まだいるはず。いた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 。よし。よし。こっち側だろう、もう。ふぅ。いた。よし。